はい、小川真彦です。本日はゴルゴラインを消す方法ですね、お伝えしてまいります。ゴルゴラインですね、ゴルゴライン、はい、それはどんな線かってことなんですけども、ここにクーッとクーッと入る線のことをゴルゴラインと言います。はい、ゴルゴさんって言って漫画がありますよね、うん、私今ちょっと見たことがないんですけど、ゴルゴラインっていうのはそのゴルゴ13の人のこのキャラクターの方のこの線ですねからゴルゴラインっていう風に来てるそうです。はい、こんな感じのゴルゴ13の方ですね、はい、がゴルゴラインになります。はい、こちらのオンラインセッションをしてもですね、すごく非常に悩んでる方多いので簡単に解消できる方法をお伝えしていきます。ゴルゴラインですね、どうしてできるかになるんですが、もうこちらはですね、筋肉のこりですね、筋肉のこりが主な原因になっています。はい、ですので本日はその凝ってる筋肉に対してアプローチする方法になります。最初にお鏡などでしっかり現状把握ですねしていただいて、お写真で自撮りして、現状把握ですねしっかりしてあげてください。そういたしましたら、気になる方ですね、こう線がクーッとなんかこう気になるわっていう方をぜひしていただきたいんですが、方法としては非常に簡単です。簡単で、まずですね、つまんで離す、こうですね、つまんで離す、このピーって線が入っているところをこうつまんで離す。でこの時の注意事項はですね、皮膚ではなくてですね、中の固まっている筋肉をグッとつまんで離す。で肌に対して垂直です。つまんで離す。でこれをこめかみまでずっと繰り返します。つまんで離す。こめかみまでですね。つまんで離す。をしていきます。これはですね、中国の政府と呼ばれるマッサージの種類の一つになりますね。はい、非常に簡単にほぐれていきますので、こちらぜひ凝り固まっているところはちょっと長めにぜひしてあげてください。つまんで離す。こうですね。つまんで離す。で目の下とかもですね、こうつまんで離す、優しくですね、つまんで離す。を、こめかみまで。こめかみ結構固まってる方本当に多いので、こちら非常に大事なポイントなのでしてあげてください。はい、でそうするとこれわざとじゃないんですけども、筋肉がこうほぐれてくると軽くなるのでクーッと上がっていくんですね。こちらの方が口角上がって、こうトップも上がってますよね。こんな感じにほぐれるとなってきます。今度はグーを作ってこの箇所を使いますね。この箇所で、まずコリを探して、で横に動かします。クーッと動かします。こうですね。特に鼻横の筋肉もそうですし、その周辺の塊をこうほぐしていくような感じで揺らしていきます。でこの時の注意事項ですね、先ほどもそうなんですが、ファンデーションの上からは肌に負担になってしまうので、メイクオフした時にですねしてあげてください。はい、あとこれ摩擦ではないということですね。摩擦も注意事項の中の一つになります。これ肌の摩擦になってしまうと、カサカサ、こうですね、これが摩擦なんですが、そうすると肌に負担かかってしまいますので、摩擦ではなくて中の筋肉を捉えて、塊ですね、捉えてから揺らすというのがポイントになってきます。中のコリを探して揺らすですね、がポイントになってきますね。ここですね、鼻幅を狭くする動画でもお伝えしたんですが、この鼻の横の筋肉ですね、これを緩めることも非常にゴルゴラインですね、全部この辺りの筋肉全部つながってるんですね。で口輪筋についてるんですが、こちら非常に大事ですので、この辺りのコリもですね全部こう取ってあげるといいですね。で目の下も優しく、こんな感じです。揺らしてあげて、はい、こうですね。で摩擦は注意です。でもう凝り固まってる方、痛いという方も非常に多いんですが、少しずつ柔らかくなっていくので、ぜひこちら続けてあげてください。はい、できました。こちらの方がさらに上がってるんですけど、そうするとこのボコボコ感がなくなって、ふわーっとしたこう女性らしい方になります。プルンとした方になりますので、ですので日々こちらこまめに押してあげてください。
本日の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの動画気に入っていただけましたら、いいねボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、あと小顔デザインについて無料限定動画プレゼントしております。下の概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらもご活用ください。はい、では本日はゴルフラインを消す方法でした。本日もありがとうございます。